すでに、静岡新聞とそれから毎日新聞でご案内、の通りでございますが、和田誠一賞を高野さん候補のお孫みたいな団体で受賞をすることになりました。で、少し和田誠一賞というのはどんなものなのかということについてちょっと報告をさせていただきたいと思います。和島、すいません。槍の草なんかみんな測ったんだけど、なかなか覚えきれないもんで、そっちへ書いてあったらそれを全部忘れてきちゃったもんですから、ちょっと話のつもりでどうなるか分かりませんけど、まあ一応そこに挙げました、残さなければならないいくつかの理由とかですね、弥生の墳墓からなったのが、まあそれは一応、まあ英断っていうか、まあ、そういう状況になってですね、古墳は残すということになって、で今度は残すということが市民の皆さんのところへと、かなりダイレクトに伝わっていったんですね。そうしましたら、我々が署名運動やなんかやってる時にはもうたちまち影響が出てきて、署名してくれないんですよ。残ってよかったねという返事で帰ってきて、スルッと行っちゃう人がほとんどでもって、ちょっとこれは参ったなと思ったんですけど、まあ、そういう影響もたくさんあって、やってるわけなんですが、いろんな対応を見ているとですね、本当に高尾山古墳は残るだろうかっていうのは正直な感想で、ね、残ることは残ると思うけど、ただ残せばいいってもんではなくてですね、見てちゃんとこれ古墳なんだっていうのは分かるような残し方をしていただければいいなとは常々思ってるんですが、時間があったら後でまたお話しさせていただきますけど、市が最終的に考えた、沼津南四季線という都市計画道路があるんですが、それの最終案というのは、去年の暮れの12月29日に発表されたわけなんですけど、それ見ると、と思うようなところは何か所かあって、例えばですね、俯瞰すると古墳だっていうのあれが全然見えない。でそれはですね、真ん中に直線が一本入っていってという図がありますよね。それが市が提供した最終的な案なんです。で切っていくような雰囲気で、お考えの方が多いんじゃないかと思いますけど、こういうちっちゃな産業も繰り返さなきゃならない。後でお話ししますけど、大手のデベロッパーの大林組というのがあってですね、まあそれで、その辺の数値を参考にですね、じゃあ前方後円墳と前方後方墳はどのくらいあるだろうっていうことを数えると、圧倒的に多いのが前にはよくあったんですけど、お椀を伏せたような円墳っていうやつが、圧倒的に多いんです。で、割合で言うとですね、前方後円墳は全体のこの15万8905基という古墳の中で、2.7% しかない。で、その数は4629基だということなんです。で、前方後方墳っていう、もう形は皆さんお分かりでしょうけど、そういう形の 前と後ろが四角な古墳っていうのは、331基でこの 0.2% しかない。非常に少ない。弥生時代も弥生の時を代表して弥生時代。ところがその時の古墳時代は古墳っていう地上の建造物を代表させた古墳時代です。で、今度は奈良だとか平安になると、政治の中枢があったところから鎌倉時代の幕府になったところ、村町もそこから明治になると今度は天皇のいたところ、大正も昭和もみんなそうやってだんだん変わって暮らしてるんですけど、
構細かいところまで気をつかないとできないですね。でそれをさっきあの大林組が計算してなんて話したんですが、それがですね丸1の一番下の枠の中に書いてでそれで見るとですね、まあ、長塚と比較するためにあの、まあ、大林組がやった方法と同じようなことで長塚の例を作ってみたんですけど、この辺があるかどうかちょっと疑問なんですが、あのそれに対してあのルマンジュのような円墳っていうのは今では村長さんだとかそういう方まで作ってるから数はもっと増えちゃう、まあ、そういうことだもんね。比較しても意味ないことかもしれませんけど、少ないことは少ないということが、まあ、一応あの分かってきています。でそういうことであの残った時にこれ40何センチぐらいあるでやるとしては大きい方なんだそうですが、この槍先はどうも弥生時代からの伝説人ではないか、弥生で作ってやった剣を利用して槍に使った。これは、まあ、一番右側にあるのは結構あの錆を取っちゃうときれいになってですね、このまま槍先としていいんだろうという話がしたんですが、でそれを今度は細かに検討していくとですね、やっぱあの違うっていう人が出てくるんですよね。で特にあの今の槍だとした右側の小さい方、これはねあの埋まってる時にどこになかったかな、真ん中のちょうどあの線があの一見屈辱になってるところに書いてあるのがあると思うんですが、でこれはあの宮東になるもんですから、もし遺体を埋葬するとしたら今考えられてるのは東側に頭が来てで右側に足が行ったんだろうと考えられてるんです。でこれ見るとですねあの槍の荷っていうのはですねちょうど頭のあたりのところでもって切っ先が東を向いて、あのそんなことはないと思うんですけど、こういう状態でいくと例えば槍を持って手に戻った時に言うと槍の頭の方で、そういうことからですね、これはまあ槍としていいかもしれないけど槍にの方は剣じゃないかという言い方をしている人もいます。まあそういうことがあって、でさっきあの土器がどうのこうのってその上はですね、ありますけど、ここに木簡を置いたわけなんです。木の簡を、でここに木簡木簡を直に埋蔵って書いてありますけど、でこういうようなのを、木簡直葬というふうに呼んでいますけど、でその点々があるのは土器をあの一点点点にしたやつなんです。そうするとあの僕の土工の墳丘の土盛りはですね、もしかしたら遺跡の土を持ったできないんで、それから今なんかあの役所の方は東側の道路、さっきの写真の一番あの右側に通ってる下に向いてる矢印のところの道路から工事を始めると言ってるんですけど、それをトンネルの工事の方を先行にしてやってくれないかっていう、それからそれがあの先行で共有していったらですね、あの通行状況を見て東側の、道は道の道路給料を撤回してくれないかって、
それからあのこれはあのなかなか賛成してもらえないみたいなんですけど、例えばこれは国指定になってですね、一般に公開されるようになっても、僕の考えとしては、ね、古墳の中へは入れないで、なんか、まあ、どっか眺望台を作ってそこから見るようにするということです。それからもう一つはこの地域の宝として物を活用する。それから8番目には、次の代へと少なくとも現状で引き継ぐと。それからさっきは1日2万6000台通るなんて言ってましたけど、1日の通行量をちゃんと見直してみんなが分かるような計算方法で、して、でそれで1日何人通りますよって言っていただいて、その答えがですね、大型コンピューター使ってるから間違いないなんてことはやめてもらいたいということですね。からもう一つは、杉山会長がおっしゃるように、古墳を通じてデジタル文化を大事にする街だというように、皆さんから評価されるようにしたいと。まあ褒めちゃったような気もしています。なんかちょうどもう3時になりましたので、これで終わりにします。